毎度オリバーです、今日また耕作放棄地へやってまいりました、この間ね草刈りして、途中で心折れて、もう帰っちゃったんでですね、残りの分を今日しっかりやっていきたいなと思いまして、耕作放棄地へやってまいりました。で、まあ、あれから約2週間経ったんですけども、このね畑耕作放棄地へ入る通路もですね、もう結構草生えとったんで今ざっとね買ってきたんですけども、これはウォーミングアップでございます、これから本格的にね中の、耕作放棄地の方を買っていきたいと思いますんで、今日もまた、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で今日はですね、歯をチップソーに変えてきました。新しいもの買ってきました。やっぱ新品のチップソー切れ味抜群でむっちゃ気持ちいいですね。スパスパ切れます。今日はこれでね、セータカワダチソーをやっつけていきたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたします。では安全作業でやってまいりますのでよろしくお願いいたします。
はい、まあ、とりあえず刈り残してたところ全部刈り上げました。こんな感じですね。この辺からずっと左の奥の方まで、刈り残してたところは全部刈れました。こんなね木も生えてたんですよね。すごいでしょ、木になるんですよ。2年掘ってたら雑草が、だから早刈らなあかんですよ。こんなんばっかりになったら雑木林になりますからね。はい、あとねちょっと細かいとこ刈って今日は終わりたいと思います。さあ、あとちょっと刈っていきましょうか。よいしょ、さあ終わりました。よっこせ。はい、お疲れ様でした。田んぼね、耕作放棄地の、草刈り、一応終わりました。こんな感じでございます。はい、一番向こうまで見通せるようになりました。そして手前のね、ススキのちょっとちっちゃいやつかもね、もう買っておきました。またススキはねどんどん伸びてくるんでね、また刈りに行こうとあかんと思いますが、まあ、まわだし草はあんな感じなんですけど、ちょっとね今考えてるのがハンマーナイフモアかロータリーモアの小さいものでも買おうかなって思ってます。こんな草刈り機振り回し草刈りやってられん、ほんまに。まあ、ある程度ね楽してね管理できたやつがいいなとは思っておるんで、ちょっとねそんな機会も購入も検討しながら、ちょっとね考えていきたいと思います。はい、というわけでですね、草刈り終わりまして片付けます。よいしょ。今日もね鳥のさえずりが聞こえますか。柿の木もあれやな、邪魔やな、歩きにくいな。これ通路のとこだけ切んのもありやな。実ついてんのか。ついてますね。これはこの柿はうちのお父ちゃんの冬のお楽しみ干し柿作りの柿でございます。なので切ったら怒られるでしょう。
はい、はい、裏の畑のおっちゃんに呼ばれてね、行ってたんですけども、お前のとこお父ちゃん元気か言うてね、どないしてんねん言うて声かけてくれはって、ありがたいことにね、親父元気なんでね、元気ですみたいな話でちょっとお話ししてました。さあ5時になりましたよ。はい、というわけでですね、5時になったらとっとと帰る残業しない男オリバーでございます。今日も、草刈り動画でございましたが、いかがやったでしょうか。まあとにかくね、耕作放棄地の草刈り、とりあえず一段落つきました。で、まあ、最後にね、裏の畑のおっちゃんにちょっと声かけてもらって、お父ちゃん元気かみたいな、話もしてくださってね、まあ、心配してくれてんやな思いまして、すごいありがたく思いました。ほんまありがとうございます。詳しくねおっちゃんのお名前とか聞かんかったんですけども、またねこれから畑ちょいちょい行く中でね、またコミュニケーション取っていって、いろいろお世話になると思うんで、また、お世話になろうと思っております。はい、このね、畑の雰囲気ですね、もう静かな中に鳥のさえずりが聞こえてね、のんびりした何とも言えんで、また海とは違うね、こののんびりした、静かな雰囲気が僕とても好きなんでね、これからもまたこの耕作放棄地のね、管理の動画も、作っていきたいなと思ってますんで、また、よかったら見てください。そして、チャンネル登録の方もね、していただけたら、非常に助かります。今後ともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。おおきに、さよなら。